以上。管理センターシーン皆様、会場左手のバルーンゲートをご覧ください。本日も会員者であります堀場名古屋鈴木市長が臨場されました。盛大な拍手をお願いいたします。ただいまから平成29年港区消防団連合会員式を挙行いたします。Thank you.
国旗掲揚。ご来賓ならびにご来場の皆様、前方の国旗掲揚塔に向かってご起立願います。本日の出場人員、港区消防団21団670名、消防団員車両28両、下半式ポンプ20台、万用ポンプ1台、以上、搬入願います。総括指揮者の丸に港区消防団連合会長より開幕報告が行われました。舞台順位、
ました。